こんにちは、突撃インタビュー第1話。こんにちは、麦の港役の黒川宗也です。星川より役の柊木ひなたです。今日は安藤さくらさんにインタビューをしたいと思います。行きましょうか。すいません何ですか、ちょっとやめてください、やめてください、やめてください。今休憩中なんでちょっとやめてもらってもいいですか。何でしょう。突撃インタビューをさせてください。突撃インタビュー。はいはいはい。まあちょっと、あ、はい、役名と役柄を教えてください。あ、怪物、映画怪物のですね、麦野沙織役の安藤さくらです。早速質問させてください。撮影現場での思い出はありますか。撮影現場の思い出は思い出だらけですねそうですね、なんだろうな、いっぱいさ、一緒に花火も見たじゃないですか、はい、あれすごい良かったね、イベントだったね、私たちにとって。そうですね、ね、だし、なんかもうイベントごとじゃなくても毎日さ、同じ宿に戻ってさ、ご飯食べてさ、みんな一緒に働いてたチームの人たちがみんなパジャマとかでいたりとかしてさ、なんか同じ作品をこう、みんな一つのことを同じものを考えながら長いこと暮らしたじゃない。あれはもうちょっとした思い出どころの騒ぎじゃないよね。すごい人生に刻まれる時間だったね。そんな、ね、ね、撮影中大変だったことはありますか。撮影中大変だったことは、いや、大変っていうことはないかな。コロナ対策かな、大変だったのは、ね、コロナの換気とか、めっちゃみんなでみんなであの、数字がちょっとでも上がったらもう段ボールとかで仰いで部屋の空気出して換気して、みんなで換気を頑張ったよね。皆さん行っててくださいって、換気します、徹底してたよね。好きなシーン教えてください。私はね、2人のシーンが好き。ありがとうございます。じゃあ最後に、安藤さんにとって怪物とは何ですか。私ね、怪物いない、自分の中に。人にも怪物って思わないし、怪物ってあんまり本当に具体的にアニメとかで出てくるモンスター以外、怪物って言われてる、もう怪物って言わなきゃ伝わらない、名前の中に怪物って入ってるみたいなキャラクターとか以外はあんまり怪物っていう風な言葉はあんまり自分の中にないような気がする。え、どう、何、怪物って悪い言葉、ん、悪いとも思わんし、みんなそれぞれ使い方が違うから、わしはなんかあんま使わんようにしとこうと思って使わないようにしとこうっていうか、あんまりな、使う、あんまないな、怪物だねとか言ったことないかも。怪物見たら多分その怪物とは何かってことだよね。なんかもう見たことない想像上のでっかいやつとかモンスターみたいなのを見たら怪物みたいなのがいたんだって言うかもしれないけど、何かを怪物に例えることはあんまりないから、別に悪い言葉としてそう思ってるからっていうわけじゃなくて、なんかでもでかそうだよね、怪物って。あ、大きい存在。ね、ちっちゃくても怪物っていいのかな。あんま怪物について考えたことがないしさ、あんまり怪物って使ってこなかったっけ。なんか電車に乗ってて、隣に怪物がいたらどういう、みんなが想像する怪物が多分違うんだろうね。私はもうここに
怪物を今いるよ。すげえでかい。天井まで背があって、見たことない形して、ちょっと四角っぽいかな。かわいいと思う。多分見たことない想像上の大きな生き物を私は怪物と呼ぶのかもしれない。違う、だからみんな違うんじゃない、怪物って。だって怪しいものって書くでしょ。いや、でも僕は虫とか。虫？怪物？ほら全然違うんで、それぞれにとって怪しいものなんじゃない、うん、できれば私なんか実体のあるものはあんまり怪しい、怪しむというよりかは、分かんないな、それぞれすぎてマジ難しいね。でも私はこの映画見て、あ、怪物だとか怪物がいたとか、全然怪物っていうよりももうすごく幸せな、なんかもう、もう生きるキラキラみたいなものを受け取った。ありがとうございます。何？考えてましたので。はい、わかりました。喋りすぎましたが大丈夫です。可愛く撮った、本当に。お時間が来ましたので。